手口の残虐性は他を寄せつけず、ロンドン中を恐怖のどん底に突き落とした男、究極の殺人鬼、切り裂きジャック。あ、もうこんな時間？早くお家に帰らなくちゃ。なんだって？まだこんな時間じゃないか。どこか行こうぜ。でも私怖いわ。あの新聞のあいつが。新聞のあいつって、あいつって誰だい？切り裂きジャックよ。知らないの？手術用のメスみたいなもので女性ばかり狙うって話よ。内臓を壁の額縁にぶら下げてあったって話を聞いたわ。お、恐ろしい。恐ろしい？恐ろしいだって？バカ言うんじゃないよ。だって君はさっきからそいつと話してるんだぜ。この夜遅くまで遊んでる堕落して女が！どこから？いつの間に？お前、お前、気に入ったぞ。俺はこれからの俺にはしもべが必要だ。扱いやすい、極めて忠実なしもべがな。ウリー。大抵の人間は心に善の種がある。そのため思い切った行動が取れ、素晴らしい悪への恐れがあるのだ。だがごく稀に善なるタガのない人間がいる。悪のエリート、俺や君がそうだ。どうだ、このディオのしもべにならないか。このディオに服従するのだ、闇のジャック。素晴らしい力を与えてやる。今以上の快楽を手にできるぞ。悩みはもう何もない。ウリ、幸せそうにしている、楽しそうにしている女に怒りを感じるんだろう。今以上に思いのまま怒りをぶちまけられる力を授けてやる。そばまで来いよ、ジャック・ザ・リーパー。あの日の惨事を知るのは僕とスピードワゴンの二人だけ。警察もディオを逮捕の際の大事故と納得してくれたが、気になるのは石亀。瓦礫を掘っても出てこない。屋敷が崩れ落ちるのと同時に他の者と同様粉み人になったと信じたい。そう思う。そして早く忘れよう。誰だ？さっきからついてくる。どうかしたの？いや、なんでもな。ジョナサン・ジョースター君、そしてそのレディーはミス・エリナ・ペンドルトン。座ったままの姿勢、膝だけであんな跳躍を。何者？襲ってくる。よく生き残れたものだ、あの石仮面の力から。だが生きているぞ、石仮面の男も。ポー！
か。そうそう、肺の中の空気をすべて 1cc 残らず絞り出せ。ジョジョ、怪我してる人に なんてことを。しばらく呼吸はできんが、心配はいらん。うわっ、なんだ、僕の体が、腕が。私はツェペリ男爵だ。勇気だけでは石仮面の力には勝てんよ。痛みが、骨折した腕の痛みが、全然。痛みが消えたか。そうじゃない。君の呼吸が痛みを消したのだよ。そして私は味方だ、ジョナサン君。信じられないわ。全治するのにあと一月か二月はかかるはずなのに。もうほとんど痛みはない。なぜ僕にこんなことを。どうして僕の名を。答えを見せてやる。ついておいで。そしてそれを見て私を知ったら、君の運命はまた変わる。私の目的は後で話すとして、君の体に何が起こったのか説明しよう。呼吸が起こすエネルギーを見せてあげよう。このツェペリが長年研究した肉体操作法だ。東洋人は仙道と呼んでいる。何をする気だろう。私は君の横隔膜を指でつき、君の呼吸を調節した。今の私と同じように、特別な呼吸法にしたのだ。簡単に説明すれば、呼吸には血液が関わっている。血液は酸素を肺から運ぶからだ。そして血液中の酸素は、体細胞に関わっている。体細胞イコール肉体、つまり水に波紋を起こすように、呼吸法によって肉体に波紋を起こしエネルギーを作り出す。今から見せるエネルギーは君の骨折の痛みを消したエネルギーと同じもの。うわあ、帰ろう。やめろ。カエルは何ともない。岩を砕くのも凄まじいが、それにもまして不思議なのは、カエルを撃ったというのにカエルが無事なこと。これが仙道だ。仙道？波紋エネルギーこそ仙道パワー。私の波紋エネルギーはカエルの肉体を波紋となって伝わり、岩を砕いたのだ。ジョジョ、私は知っている。あの石仮面と私の仙道には共通点がある。
仙道と石仮面は表と裏なのだ。あの石仮面は壊れていない。石仮面の男リオが持っている。なんだって。リオが生きていると言ったのか。中国人が一人いたろ。あいつが町でジョースター邸の火事について喋っていることから調べ上げた。その後あの中国人は行方不明だが、私は何年も何十年もあの暗黒の石仮面を探している。石仮面を破壊するために、石仮面をかぶった者を倒すために、そのためにこの仙道を研究し体得したのだ。君はもうすでに石仮面と戦う運命にある。この仙道を学ばなければならん。さもないと死ぬ君も全人類も。1週間が経った。この1週間僕はこのツェペリという底知れぬ人物に波紋エネルギーというものを習っている。石仮面の力によるスピードとパワーには人間がどんなに努力しても太刀打ちできない。だったらそれに代わるものを身につけなければ奴らには勝てない。ヨジョ、教えた呼吸法のリズムを狂わすなよ。見ろ、君の骨折をほとんど治した波紋エネルギーは精神の乱れにすごく敏感なのだよ。誰でも本能でやる呼吸だが、リズムを持続するかしないか、そこがパワーの分かれ目だ。はい。夜が来た。ディオ様は言ったね。この世の帝王になるため、石仮面の秘密を知ってるお前を天力で始末してこいと。血を飲んでもいいと。ベロベロ舐めてやるね。お前の血をこの素早い舌でな。ジョジョ、奴は自らのパワーに加え武器を持っている。気をつけろ。わしゃー、奴のリーチに対抗するにはズームパンチだ。
精神の乱れにすごく敏感なのだよ。
精神の乱れにすごく敏感なのだよ。